タズバチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。今日はですね、こちらでございます。サントリースペシャルリザーブ10年シェリーダル仕上げでございます。視聴者様からいただきました。まずもってありがとうございます。ありがとうございます。はい、こちらでございます。もうこれね、個人的にめちゃめちゃ懐かしいリザーブでございます。これが発売されたのが1996年にリザーブの10年があったんですけど、それをリニューアルされて1998年に発売されたのがこのチェリーダル仕上げなんですね。でその当時は社会人2年目ということで、もうもちろんお酒も飲んでましたし、全盛期のキムタクが CM をしてたんですね。今から思ってもすごい衝撃的というか、めちゃめちゃかっこいい CM で YouTube で検索されると出てきます。2パターンか3パターンぐらいあったかと思うんですけど、ロックで飲むスタイルとハイボールでキムタクが飲んでるスタイルがあります。でその時の CM のフレーズで、ウイスキーを親父と言ったのは誰だっていうのが画面にバーンと出るんですよ。それがねめちゃめちゃかっこいい。それともうワンパターンが、ウイスキーを古いというあんたが古いぜっていう言葉がバーンと出るんですね。この2つのフレーズ、まあ今見てもね結構かっこいいなと私は思うんですけど、その CM のかっこよさで思わずこれを実は当時私買いました。新しもん好きの私にとってはね、キムタクがやってるウイスキーの CM は、ね、すごい斬新でかっこいいなと思ったんですよ。でさらにこのシェリーダル仕上げという言葉が初めて耳にする言葉やったんですね。ちょうどお前ぐらいの年や、俺ウイスキーアドバイザーぐらいの年にこの CM を聞いて、シェリーダル仕上げってなんやねんって思って、もうそれすごい興味を持って買いました。ただその当時飲んでどんな味やったかというのはあんまり覚えてません。で、これねいただいたのでね、このウイスキーをいろんな飲んでる舌で改めて飲んでどんな感じなのかというのがね非常に楽しみです。テイスティングをしていきたいと思います。リザーブに関しては過去にオールドボトルの動画とか上げておりますので、概要欄に貼っておきますので、よかったら合わせてご覧いただければと思います。こんな感じでいい感じの赤みがかった琥珀色やな、シェリーやでっていう主張をするようなお色になっております。これさっきのきっとカラーリングされてんやろな。それは分かりません。分からんけどな。で当時これ2000円で販売されてて、その当時にその2000円っていうのも私覚えてて、込み入ったねシェリーダル仕上げとかいろいろ書いてあって、10年で2000円って変に安いなって思った覚えがあります。シェリーやな、黒糖感あるね、めっちゃ甘いよな。これでもとかっていうぐらいシェリーの甘さやな。今でいう香熟という形なんですけども、香熟というよりももうバリバリシェリーダル熟成という感じの香りがします。あんま香りで黒糖って言いましたけど、味も黒糖、チョコレート感もあります。タル感もね若干ありますけど、アルコール度数40、アルコールの刺激全然ないな。こんなんやったんや、ちょっとその当時の記憶をちょっと思い返すけど、甘かったような記憶はあるわ。さっきキムタクの CM でロックで飲むバージョンとハイボールで飲むバージョンがあったんですけど、これハイボール合わへんと思うわ。多分ロックや、ここまでシェリー感強かったらな。どっちかというとロック向きな香水な。ロックで飲んでみたいと思います。キムタクがなロックで飲む姿がまたかっこいいのよ。キムタクやからな。これはもう完全にロック向きやな。まあこの時代のサントリーでロックがめっちゃ甘いわ。この時代のローヤルとかオールドとかにも共通していることやこの時代のサントリーはロックにすることで良さが出てくる。せやな、もうロック前提でブレンドしてるなって。加水で冷やされて美味しくなるように作られてるかなって。っていうのもこの頃ってストレートであんま飲まへんかったよ。ストレートで飲む発想がなかったわ。なんかで割るっていうのが前提やったからな。ストレートでは下手したらちょっと甘すぎるっていう感じになるけど、ロックになるとそれがいい感じ引っ込んで、確かにちょうどいい感じ、シェリーぐらいの甘みが。でしかも40度ってアルコール度数のお金スッと飲めるし、スッと飲める。2000円のウイスキーって当時にしても安い部類に入るし、で大量生産品でシェリーダルの香熟ということで、サントリーさんはどうやってはったんやろなっていうのは一つの疑問よな。すごい量出荷してたはずやねん。それを香熟って手間かかるやん。こんだけようシェリーダルあったよな。なんぼ香熟やるでもまあまあ限界があるやんか。だから
実際のところほんまにちゃんとしたシェリーダーで構築してはったのか、もうちょっとなんかこのサントリーとしてなんかいろんなシステムでシェリーダーの構築できるような何かをしてはったのか、これも多分シェリーダー風の何かに構築をしてたのかなと。こんだけシェリー感強いっていうことは、そんな1ヶ月2ヶ月でこんなならへんやん。構熟と言いながら、例えばシェリーダルでもう熟成してたやつとしてないやつをバッティングしてシェリーダル仕上げって言ってたかもしれんよ。その方が手っ取り早いやん。まあそうや、大量生産品やったらな。あくまでも推測です。ただとりあえずこれめちゃくちゃ欲しいわ。ガブガブ飲めるな。この時代のサントリーやっぱやばいわ。なんかこのウイスキー好きある程度やってると、まあいろんなシングルモルト飲むやん。たまにサントリーのブレンデッドに行くと、これでええやんってなる時期があって、これは98年だから、まあ山崎白州両方入ってるよな。山崎蒸留所、白州蒸留所、それから知多の3つのバッティングでできてるという感じで、まあでも白州感はないな。シェリー感って言ってもほんまシーズニングで出るシェリー感じゃないねん。マジのシェリー感、取ってつけたシェリーじゃないよな。スコッチの12年もののシェリーダルのものですって言って出されても、ああ美味しいですねって言いそうなの。例えばそのシェリーで言うと有名だマッカラン、マッカランと比べたらあかんけど、マッカランのすごいその昔の美味しい頃のシェリー、俺は知らんからシェリーである。それから俺もな飲んでんけどな、あんまり記憶しない。もう今のマッカランってもう、あ、もう全然ダメ。今のマッカランはダメ。もうボディフラフラシーズニングタル祭りみたいな感じで言葉が悪くなったけど、あかん感じになってるな。シャバシャバシーズニング全開タル祭りっていう感じやけど、まあまあまあその話は前は。最近もサントリーの古いやつって結構見つかってしまって、今のようなアホが結構凍ってるからな。アホいいなさんが炭酸を入れて食べみたいと思います。いけんことはないわ。まあでもロックやわ。あの当時1998年に炭酸入れるって飲んでたっていうのは斬新やろ。まだだって核ハイボールも出てへん時代やんか。98年やったかな、まあ、あれ弱せから一歩先を進んどったなと思う。炭酸がそもそも手に入らへんかったから。炭酸なんかも最近やね、市販されるようになったのは。ということで今回はサントリースペシャルリザーブ10年シェリーダル仕上げご紹介をさせていただきました。これを持ってきていただいた視聴者様ありがとうございます。ありがとうございます。その当時をちょっとフラッシュバックさせていただきました。というわけでこれが参考になったと思った方はグッドボタン、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。 Twitter、Instagram のフォローの方もよろしくお願いします。というわけでまた次の動画でお会いしましょう。ではまた。1個前の動画に関してのちょっと追記の話をさせていただきたいと思うんです。和醸領主に関してまあさまざまなコメントを頂戴しました。ありがとうございます。でそのコメントの中でこのグレーンに関してなんですけど、メルシャンの川崎蒸留所のグレーンが使われてるんやないんでしょうかというコメントをいただきました。でモルドの方はウイスキーアドバイザーが言った宮城郷の蒸留所が入ってる可能性もあるという、そんなねコメントをいただいたんですけどね、それはちょっとメルシャンに関しては盲点やったな。これ可能性としては非常に高くない？この川崎蒸留所のシングルグレーンが秩父のあのイチローズモルト、あそこからリリースをされてるんですね。イチローズチョイスというので、先ほどまた関東の方からね視聴者様来ていただいたんですけども、その時にこの話になりまして、実はその方もこのボトルをお持ちで、私どもにこれをテイスティングをしてもらおうと思ったはったらしいんですよ。で実は本日これ動画これ上げてますよということでお伝えをして、あじゃあもう持ってきませんねという話になったんですけども、その方が言うにはラベルのここに描かれてるこの人の顔の中に、ちょっと分かりにくいですよね、これここにおられるこの人、これがね悪と一郎さんにそっくりやって言わはるんですね。で何らかの形でこのウイスキーはイチローズモルトと何か関係があるんじゃないんでしょうかねという推測をその方はされてました。川崎蒸留所のシングルグレーンがイチローズから発売されてるということで、言うたらまあ直接的じゃないけどこれ一応なんか関係性あるような匂わせみたいな、匂わせだからこれ匂わせかなと。ブティックウイスキーのこのラベルっていうのはこの中身の匂わせをこのラベルに反映してはるということなんですね。そう言われたらね、この人がねほんまに悪と一郎さんにめちゃめちゃ似てるんですよ。なのでその辺ちょっと信憑性あるよな。まあ泣きにしもあるな。これも推測なので全然違うかもしれないですし、まあちなみにこの一番この刀持ってはるこの人がひょっとしたらキーの人かもしれんしな。
これみんなこれな、表情顔もちろんちゃうから、みんななんかそれぞれキーかもしれんで、まあ、意味がある、ね、意味があるかもしれんよ。ねえ、もうぜひ知りたいんやけど、なかなか知る術はないんですけどね、うん、ただまあこういうことを思いながらね、こうやってウイスキーを飲むのはなかなか楽しいなって思いました。というわけでおしまい。